どうもみなさんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。今日は何をするんだぜ。今回はマイクラ公式チャンネルの VTR からミゾチルが次のアップデートを考察したよ。ゆっくりしていってね。マインクラフト2023ライブ、今年はどのようなアップデが来るのでしょう。徹底的に考察します。まず最初に来るのはエンドアップデートです。これはもうほぼ確定なんだぜ。今流しているのが新たなエンドの予想です。すごくかっこよくなってる。そしてエンドアップデートにはドラゴンだけではなく新たな世界が生成されるよ。いやめちゃくちゃワクワクするんだが、もうこれはもっと超えたよねって話。実質黄昏の森。いやっさ、この美しいモブもすごい。これはマイクラが楽しくなりそう。次にゴーデンの古代都市がすごいことになります。公式トレーラーですが、古代都市にメガーポータルのようなものが生成されてワープできるようになります。まさにすごい。古代都市見つけたらワープができる、そんな世界観は素晴らしい。いやかっこいいな。入ってみたらその先はゴーデンの世界になるようだぜ。ゴーデンクもなんかスパイダーな雲ですね。次にゴーデンスケルトン、ゴーゾンビ、後ろにゴーエンダーメイン。いやゴーファントムも飛んでるし、よっつって出てきたなゴーデン。いやすごい太ってるやつ出てきてるやん。なんやねんこれ。これが標準ってすげえな。マイクラも本気出してきたな。後ろにお宝があるみたい。多分デブゴーデンは強キャラだと思うんだぜ。次はワームです。マジかよ、地上まで生活を脅かすつもりかよ。これ本当なのかな。怖すぎるけどこれも予想だからどうなることやら。以上考察&感想でした。エンドアップデートすごいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。そうじゃない人は高評価よろしくお願いします。なんだぜ。それじゃまたのー。